はい、せーの。はーい、どうも皆さん、こんにちは。つーです。おいーす、ポケモンでーす。というわけで、本日はですね、ポケモンくん、昔懐かしの遊び、だるまさんが転んだをご存知でしょうか？あ、知ってるよ、ちょ。だるまさんが転んだっていうのは、壁に伏せて、だるまさんが転んだ振り返るわけですね。で、振り返るときに動いちゃダメっていうね、ゲームなんですけど、それは距離があるからできるわけですよ。今回は、家の中で、だるまさんが転んだやったら、だるまさんが絶対勝つ説。いや、意味わかんない、これ。すぐ決着つくに決まってんじゃん。そうだ、だるまさんが勝つでしょ。それはもう、僕らから身を張って、継承していこうというところです。バカみたいな、ほんとに。いや、わからんよ。だから、どうぞどうぞ。こうなったら、だるまさんの負けだから。ちなみに、これめっちゃ詳しいルールがあると、はじめの一歩とかも知ってる。わかる？わかりますよ。いや、だるまさんがこれだもん、ちゃんと言わないと。だるまさんがね。ダメですよ。ダメだな。じゃあ、だるまさんがコロンビアソウルカカ、コロンビア。これやったらどう？ダメだよ。え、じゃあ普通のルールじゃあすぐ終わっちゃうってこと？じゃあ激ムズルールにしよう。だるまさんコロンだとちょっと長いし、絶対その間に捕まるから。ダルコロ。掛け声はダルコロ。で、はじめの一歩下がるよ。一歩下がってからスタートする。で、じゃあ鬼の右耳多分触らなきゃ終われない。うわー、こっちをポインってやったら、だるまの勝ち。急いでさ、ブチーンって方、やっちゃった。で、ブチ、ブレレレレ、ブツチュチュ。じゃあ早速やっていくわけなんですけど、交代交代でやっていこう。というわけで、じゃあ早速、激ムズだるまさんが転んだ、お家の中でやってみたらやっていきたいと思います。それでは、ヒビゴー。いきますよ。はじめの一歩下がれ。ダルコロ。ダルコロ。ダルコロ。あなたが落としたのは金の斧ですか、それとも斧の中ですか？斧の中です。よし。ダルコロ。バイメーバイメー。じゃあやっていくよ。おう、はじめの一歩下がる。ダルコロ。ダルコロ。所定の位置について、あ、いいよ。はじめの一歩下がる。ダルダールイングリッシュ、ダルシュ、ダルビッシュ、ダルコロ。ジェイ。あ、動いた。あ、それは違うじゃん。あなたが落としたのは金の斧切り城ですか、それとも金の城田切り王ですか？城田切り王。ダルコロ。あいよ。イエーイ。マイメン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 。所定の位置につけ。はい。はじめの一歩下がる。はい。ダルコロ。ダルコロ。マルボロ。マルボロ。ダルコロ。ダルコロ。ダルコロ。あい。それどうだ。あなたが落としたのは金の小田切城か、それとも金の桑田佳祐か。どうの朝の方です。よろしい。やる。マイメン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 。所定の位置につきなさい。あいよ。はじめの一歩下がれ。君と出会ったのは去年の春だった。君がまだ幼い頃の話だ。まあ、お手柔らかに聞いてくれ。去年の春、どこで出会ったか覚えてるか？そう、チンチン電車。君は嬉しそうに乗ってたね。僕も嬉しそうに乗ってたよ。だって名前に電車がついてんだもん。笑わせんじゃねえって感じだよな。だけどその時、君がハンカチ落としましたよってワカメくれたよね。あ、僕のですって受け取っちゃったけど、あれ全然違う人だったんだ。ダルコロ。ダルコロ。あれは
去年の春だった。君が幼い頃の話だ。長えよ。所定の位置につけー。ピピピピピピピ、初めの一発上がりー。おーい、あーちょっとだけー。マイメン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 。所定の位置につけ。あいよー。初めの一歩下がれー。絶対行くぞ。あー分かった分かった、早く早くして行ってやっかねー。あかんべー、あかんべー、早く。おーおー、おるすんだ。あーもう分かった、こいよー。お前それルール違反だぞ。お前な、ここを掴むときはこうじゃなくてこうだろ。そうだね。わお、It's iPhone。 これ落ち、こんなんでいいの？